テーマがない。ストーリー福里真一、出演遠藤守也。この東京コピーライターズストリートは毎月決められたテーマの下で書かれている。例えば昨年1月のテーマは始まり。何人かのコピーライターがそれぞれに始まりというテーマを解釈してそれぞれの文章を書いた。私もまたそのテーマのもとに、確か人類の始まりが地球にとっての最悪の始まりだったというような内容の文章を書いた気がする。ところが今年の1月に関してはテーマなしという連絡が来た。テーマがない。よし、自由だ。思う存分書きたいこと書いてやるぞという感じには私の場合はならなかった。テーマがないと何について書けばいいのかわからない。そこで当然頭に浮かぶのは自分でテーマを設定するという考えだ。例えばとりあえず1月だからお正月というテーマで書いてみよう。実際お正月にはいくつかの良かったり悪かったりする思い出がないわけでもないので、少し書き始めても見たのだ。あるお正月に数年前に亡くなった祖父から突然年賀状が届いた話とか、結構それなりに面白く書けそうでもあったのだ。しかしどうなんだろう、せっかくいつもの月とは違うテーマなしという時に自分でテーマを決めて書くというのは、なんというかテーマなしということから逃げていることにはならないのだろうか。テーマなしというテーマにちゃんと答えていることにならないのではないだろうか。そこでテーマもなくただ闇雲に書いてみるということも少しだけやりかけた。サッカーの試合は長すぎる。45分ハーフではなく30分ハーフぐらいにした方がプレーする側も見る側も緊張感を持って試合に臨める気がする。それとオフサイドとかいうルールは判定も難しそうなのでやめてしまった方がいいと思う。そう、それを書いている時がちょうどサッカーワールドカップが盛り上がっている時だったので、心に浮かんだことをそのまま書いたらただのサッカーの感想になってしまった。テーマもない感想の羅列をこのコピーライターズストリートに書くのもどこか違う気がする。そんなプロセスを経て今こうしてテーマがないということについて書くというひねっているようでいて一番ベタとも言える地点に立って書いているわけだ。私は広告を作ることを仕事にしている。広告には必ずテーマがある。
商品の美味しさを伝えたいとか、企業の先進性を伝えたいとか、はっきりしたテーマがあり、それに沿って企画をすればいい。あまりにもその仕事に慣れてしまったがゆえに、どうやらいつしかテーマがないとたじろいでしまうような体質になってしまっていたらしい。まあとにかく2023年が始まった。テーマがないということに苦手意識がある割には、人生のテーマとか今年のテーマとかを設定したことは今までほとんどなかった気がする。生きることにおいてはテーマもなく、ただずるずると生きてこられたのはなぜなのだろうか。むしろ人生にテーマを持つことへの嫌悪感すらある気がする。しかしこのコピーライターズストリートで新年早々テーマについて考えたのも何かの縁だ。今年は初めて今年のテーマというものを自分でしっかり定めて生きてみようか。いや、やっぱりやめておこう。